はい、今回はのぞみ Wi-Fi こちらの雑談やっていこうと思います。で、今回のね雑談内容なんですけれど、ついに今ね多分出てたと思うんですけれど、このクラウドSIMですかね、使い放題のクラウドSIMというモバイルルーターなのかなって言っていいのかな、ルーターっていいと思うんだけど、のレビューやることになったんですけれど、それの発送がされたという連絡がツイッターから来たので、まあ、速報としてね動画のアップしようと思って撮り始めました。はい。でね、今回自分が紹介するクラウドSIMなんですけれど、まあ、なんかね国内初って書いてありますね。国内初の無制限で使えるレンタル Wi-Fi みたいなんですけど、まあ、詳細についてはねまだまだわからない部分が多いので、まあ、実際に来ないとね何とも言うことはできないんですけれど、どうやらね使い放題で、うん、快適に使えるルーターのようなものだと自分は認識してるんですけれど、それがね4月1日からかなサービス開始してのぞみ Wi-Fi で、しかも国内初でここでしか一応このプランはやっていないようですね。その使い放題っていうのは前回の動画、前々回の動画かな、でも紹介したようにクラウドSIMっていうの自体はいろいろなところがサービス提供しているっていうのは発見したんですけれど、まあ、どこもねだいたい1日3ギガ制限がついていたり月制限があったりとかってあるので、まあ、使い放題っていうのは、まあ、軽く検索した限りではね、見つからなかったんですけれど。でね、こんな感じのお返事が来ました。連絡かな?発送の連絡。で、この度、クラウドSIMを利用した無制限レンタル Wi-Fi のご紹介をしていただくこと、誠にありがとうございますと。自分がね、レビューすることになったので、そういうとこから始まってって。で、まあ、端末の紹介だったりとか、まあ、ちゃんとね、100ギガを超えても速度制限かかる。ここね、超大きくできるかな?あ、できるね。従って、クラウド上でねやってるんで SIM が入ってないみたいですね。まあ、どういうものなのかちょっと届くの楽しみなんですけど、今までの Wi-Fi は Wi-Fi ルーターに SIM カードが入っておりましたが、今回提供させていただく端末には SIM カードを使用せずクラウド上で SIM の管理を行いますと。うん、概念が違いますね。自分の知ってるものは確かにその SIM カードを入れて SIM を差し替えて使うものだったんですけれど、それは違うんだよっつってね。これがこの辺がねやっぱクラウドですね。かっこいいだけのことありますね、名前がね。まあ、ちょっとね、申し訳ないです。バカっぽくてね。まあ、クラウドSIMってかっこいいんでね、なんか響きが。で、そんなことで、100ギガを超えると速度制限かかるや、3日で10ギガ制限といった速度制限かかる等がなく、容量無制限で使用できるモバイル、Wi-Fi ルーターとなりますと。すごいですね。うん。まあ、とはいえね、先月、自分が使ったやつで言うとね、まあ、自分ソフトバンク系のやつで DMM いろいろレンタルで、ルーター、これね、借りてるんですけれど、先月がね、すげえ、自分の中ですげえ使ったなっていうので、多分ね、39ギガぐらいでした。はい。50ギガもいかなかった。うん。なんだろうね、やっぱね、自分ね、基本的に引きこもりなので、家の中にいることがほとんどなんですよね。で、外に、まあ、喫茶店とか行った時にね、ちょっとま、この MacBook Pro を持っていて、このパソコンね、持ってって、ちょっとテザリングして使うとか、まあ、ルーターなんでね、Wi-Fi を普通に拾って使うとか、まあ、車に乗ってる時にちょっと使うとか、そのぐらいしか使わないので、やっぱね、100ギガとかをまず超えることがね、通常で使っていくとないんですよね。まあ、今回に関してはもうちょっと多めに使ってね、その辺も試していこうかなとか、外での配信等々をね、試してみるとかをやって、まあ少しだけでもね、100ギガぐらいは超えようかなっていう、頑張っていこうかなとは思ってるんですけど、まあその辺はね、まだ未定ではあります。はい。で、また動画にてご紹介くださいにっていう、まあいろいろね、備考が書いてあって、あとね、専用ページがあるらしくて、その、クラウドSIMの、まあ、後で、ね、そこの方は見ようと思うんですけれど、っていうページをね、貼ってくれっていう指定がありました。で、まあ、あとはね、まあ、のぞみ Wi-Fi っていう言葉を入れてくれ。ここですね。Wi-Fi という言葉を動画内に入れてくれ。まあ、これ当然ですっていうか、まあ、自分ね、毎回、のぞみ Wi-Fi さんの動画を撮る際は、のぞみ Wi-Fi って入れてるんで、まあ、言われなくてもね、基本的に入れるのは間違いないんですけれど、まあ、指定があるんでね、もちろんタイトルには入れようと思っています。で、あとは、3週間ね、ぐらい貸すので、その間に2、3回はレビューしていただけると嬉しいなって回数にお任せいたしますって書いてあって。まあ自分の場合はね、多分、まあ2、3回どころじゃないね。うん、多分、10回とかぐらいするんじゃないかな、うん、と思っています。まあでもね、一応2、3回はしてほしいってことなんで、まあどんなに何があってもね、2、3回はしようと思います。はい。で、あとは、今回お願いするモニターは何が使用できるということより、日常生活で快適にどれだけ使用できるかっていうことを、うん。紹介してもらいたいみたいですね。ということです。まあそうですね。まあ自分もね、そういう考えです。まあ人によってはすごいテラだったりとかをね、超えて、
何百ギガ使ったよとかっていうのを紹介する方もいるんですけれど、まあ、個人的にね、モバイルルーターにそこまでは求めていないのが自分の考え。まあ、人によってはね、使い放題してるんだから使い放題でいいんでしょっていう方もいると思うんで、それは別に間違ったことではないと思うんですけれど、まあ、自分はね、前から他のルーターのでも話してるんだけど、それは間違ってはいないけど、そういうことをすることによって規制がかかったら、みんなに迷惑かかるよねっていう。うん。そのちょっとの人たちが無制限っていう言葉に踊らされて大量に使ったが上に、使ったことによって新しい規制がかかってしまうっていうのが発生するのであれば、まあ、それは害悪ではないのかなって自分は思います。うん。もちろんね、必要なことで使うっていうのはまあしょうがないことだと思うんですけど、その辺はね、考えて使った方がいいんじゃないかなって自分はいつも思っています。で、自分は実際に、まあそんなに使っていないからね、言える。自分が家がね、光インターネット通ってて、家からあんま出ないでね、Wi-Fi でやってるから言えんだろって方もいると思うんで、別に強く言うわけではないんですけど、自分の使い方としては、多分ね、まあせいぜい100ギガ前後を使うんじゃないのかなと思っています。外配信とかしたことないんでね、もしかしたら外配信とかを試しにやったらすごい容量いくのかもしれないんでね、特大のブーメラン自分に刺さってしまうかもしれないんですけど、まあそんな感じでやっていこうと思います。ではね、専用の URL があったんでそちらのを見ていこうと思います。こちらですね、のぞみ Wi-Fi のクラウドSIM専用のページらしいです。はい、国内初ついに登場、無制限で使えるレンタル Wi-Fi クラウドSIMを利用したってやつですね。4月入荷200台限定、予約受付中。まだ予約受け付けてんのかな。はい、まだ売り切れみたいな表示はされていないので、まだレンタルできるんじゃないかなと思うんですけれど、まあシンプルにこんな感じかな、普通の感じだな。まあ特に目新しいものはないと思うんですけれど、あれ乗ってないのかな、一応だいたい使い放題だとあの一文が入ってるはずなんですけれど、入ってるかな、あ、ありますね。一応でもどうなんだろうね、これがどれぐらいなのかわかんないけど、一応ありましたね、当然のやつ。P2P 通信なので一定期間大量の通信を発生させ他のユーザーにご利用影響を与えるなど、キャリアがトラフィック異常値違法な利用用途であると判断した場合には該当ユーザーの通信を制限し他のユーザーの利用環境維持を優先する場合がございますと。はい、さあこれがね、多分使い放題、本当の使い放題で使いたいと思っている方の戦いなのかなと思いますね。 P2P とかね、なんかもうその異常な量を使うものに関してはやるよっていう分に関しては、まあ、もちろん当然わかる部分ではあるんですけれど、他のユーザーのご利用に影響を与えるなどキャリアがトラフィック異常値と判断する場合、まあ、違法な利用用途だとね、違法なんだから、違法っていうのはね、法律に反してるんで絶対やっちゃいけないことなんで、違法な利用用途で使った場合に判断されるのはわかるんですけれど、まあ、キャリアのね、このトラフィック異常値とかこの辺ですね、その辺をどのぐらいで判断するのか。自分正直言ってね、一月に、モバイルルーターでテラ以上使うって異常だと思うんだよね。まあそれは、まあ人にそれぞれね、考え方は違うともちろん思うんだけど、個人的に、テラをね、モバイルルーターで使うっていう行動自体が異常かなって自分は思っちゃうんで、で、それに対して、その方、使ってる人たちに関しては、普通に自分たちは使ってるだけですよって話になると思うんだけど、それを全体のいろんな方、普通にスマホだったりとか、モバイルルーター使ってる人に、先月ね、モバイルルーターで1テラ使ったんだよって、まあ、テラって意味が分かってない方もいるかもしれないですけど、1000ギガとかね。うん。1000ギガ使ったんだよって言って、まあ、過半数は異常って言うんじゃないかなって、自分は思います。わかんない。そこに関しての異常っていう部分が、枠組みがないからね、なんとも言えないんだけど、個人的に、友達とかに、まあ、先月ね、パケット1テラ使ったんだって言ったら、はって多分言うと思います。なんで、まあ、その辺に関してね、どの辺の基準で言ってくるのか、そこがね、まあ、難しい位置に来るんじゃないかなって。でも、なんか、最初の説明だとね、そういうのが来てもね、大丈夫だよ的な感じで言ってるので、まあ、その辺はね、まあ、自分は多分、容量、限界値みたいなのを戦うことはないと思うんですけど、他のね方でもいっぱいレビューする方いるみたいなんで、そういう方々がね多分いろいろ報告してくれると思うので、そちらにね期待いただいてもいいんじゃないかなと思います。今回ね結構な人がやるようなんでね、多分はい、まあそんな感じで、一応昨日の時点で
なんかね、昨日発送してくれたようです。レターパックライトかな、多分。で、発送してくれたようなので、まあ普通に考えれば、まあ多分ね、昨日のタイミングによるんだけど、昨日早いタイミングで送ってくれたんであれば、もう今日来てると思うんですけど、残念ながら、今の時刻が4月2日の7時半、19時半ですね。なんですけれど、ポストを見に行ったんですけどね。もしかしたら入ってねえかなと思って見に行ったんですけど、まだ入っていませんでした。多分順調に行けば今日届かないんだったら明日には届くんじゃないかなと思うんですけれど、明日、まあ最悪明後日とかですかね。には届くんじゃないかなと思うんで、まあ届き次第ね、まずとりあえず開封レビュー。まあ中にね、なんかやばいの入ってて困るんで、まあちょっと見ながら開封レビュー。で、その後ね、実際に使う動画等々もね、どんどん上げていこうと思いますので、モバイルルーター、まあ、格安 SIM にね、興味がある方とかもいいと思う。格安 SIM にするって選択肢もあるし、格安 SIM ってよりも、クラウド SIM、要はこのモバイルルーターみたいのでね、使うっていう考え方もあるんで、まあ、そういう感じでね、ちょっと、ネット通信を節約したいとか、いろいろ考えてる方ね、参考にしていただけたらなと思っています。まあ、今回この辺でとりあえずね、まだ物も来ていないので終わろうと思うんですけれど、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントぜひぜひください。あとはなんかね、こんな使い方してみてみたいのも、よろしければね、コメントいただけたら嬉しいです。まあ、できるできないはわかります。ね、それこそさっき言った1テラ使ってみてとか、うん、使ってみてって言われても、自分の使い方多分、YouTube とかって、YouTube を3週間流し続けたら1テラ行くのかな？どうなんだろう？行かないよな、多分。と思うんで、まあなかなかそういうのは難しいと思うんですけど、このアプリできんのとか、まあもちろんね、YouTube とかそういう基本のやつはね、もちろんやっていこうと思うんですけど、まあ気軽に聞いていただけたらなと思います。せっかくレビューやるんでね。はい。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。